はい、本日は山口県美祢市に来ております。今回ですね、ハイキングと称しまして、日本三大カルスト台地、の一つとされている、秋吉台に来ております。秋吉台で軽く、周回コースをたどって、ハイキングを、楽しみたいと思います。はい、ではそれでは、行ってまいります。これからですね、竜五峰の方へ、ハイキングしていきたいと思います。今回ですね、小ピーク、4座から5座、あたりまで踏んでいこうかと思っております。久しぶりの、秋吉台。秋吉台自体は、何回か来ておりますけども、秋吉台の周りの、山々は初めてでございます。こちら、足元注意で今回も歩いていきたいと思います。この1ヶ月ですね、結構忙しくて、山登り自体を、していませんでした。はい、で久しぶりに、登山というか、まあ、ハイキングするともうちょっとしんどいですね。低山ということもあって蒸し暑くて、ちょっと結構しんどいですね。まあ、無理せずマイペースに歩いていきたいと思います。竜五峰の山が、見えてきました。あちらまで、歩いていきます。風がちょうど、涼しいので、助かります。では、竜五峰に、登頂しました。次はですね、お八山に向けて、歩きたいと思います。はい、中央、奥にあるぽっこりした山が、お八山だと思います。あちらの、山まで歩いていきたいと思います。
はい、三八山、登頂しました。大体、龍五峰から、10分ぐらいでしょうか、10分ぐらいで、登頂しました。ちょっとここで一旦、行動食と水分補給、していきたいと思います。五八山で、水分補給と、行動食を食べて、今から、今度は西の西山に、向かいたいと思います。あちらの山が、西の西山でしょうか。あと10分15分、まあ、15分ぐらいで、登頂しそうです。こんにちは。はい、次の場所はですね、最終目的地、若竹山に、登っていこうと、予定しております。一度ですね、こちら、戻ってですね、分岐を、若竹山方面に行きたいと思います。まずは、休憩をしていきたいと思います。はい、では今から、若竹山方面に向けて、歩いていきたいと思います。東側になりますので、一旦、こちら、下っていきたいと思います。はい、ではこちらの分岐をまっすぐ、東側の方へ行きたいと思います。はい、無事に、本日の最終の一座、若竹山、無事に登頂しました。これでですね、本日のハイキング、まあ、登山っていう、まあ、登山というよりか、まあ、ハイキングですけども、終わりにしたいと思います。はい、後半はですね、風が出てきてとても快適な、登山日和となりました。また秋を次第、来たいと思います。